アルサンホビー動画チャンネルです。グッドスマイルカンパニー、60分の1スケールプラモデルキット、機動警察パトレイバーシリーズ、モデロイド、春、X10 になります。こちらの、モデルは篠原重工が製作した、試作型の自衛隊の戦闘用レイバーになります。劇場版の第1弾の映画の冒頭シーンで、自衛隊の夜間訓練中に、こちら暴走し、他の自衛隊レイバーと戦闘を繰り広げました。そして、撃破され、捕獲されるものの、コックピットをハッチ開けると、誰も乗っていませんでした。でこちらの方は、まず後ろの方にあるこの写真は、メーカーで組み立て塗装した、見本の写真になっています。そしてこちらの、ようにこうホバーユニットでこう飛行モードとして、再現したり、この四つ足でこう歩くモードとかも、選べるようになっています。そしてキットの方の中はこのようになっております。まずこちらが専用のスタンドが入っています。あとこういったグレーの部品になります。あとこちらのグレーの部品も、この辺は足の部品になります。で、こちらのグレーの部品も、足の部品になります。で、こちらの赤い部品は、胴体とかに使っている部品や、あとこのグレーの部品は、これもフレーム系の部品になります。でこの、濃い茶色い部品がちょうどこのカバー、関節のところのカバーの、部品のところになります。でこちらはの方は、主にホバーユニットがついています。でこちらの方にも、関節のカバーの、パーツや、あとこの足のところに使う部品などが入っています。こちらも、足の、部品と、あと関節カバーのところの部品になります。あとこちらが主に胴体や頭の部分の部品になります。でこちらが、ホバーユニットのところのフィンのパーツと、あとクリアーパーツと、あとこの一部このペイントされたこのフェイスのところの、レンズの部品が入っています。あとこちらのグレーのパーツもフレームとかに使う部品になります。であとこちらが、デカールになります。部品はこれで以上になります。でこちらの方が、組み立て説明書になります。まずこちら開いていきますと、ここにはまずデカールシールの、貼る位置が書いてあります。で次にこちらがパーツリストになります。そして組み立ての方のこう注意書きや組み立ての、アドバイスなどがこちらに書いてあります。そして説明書の方はカラーになってますので、部品の色とこのパーツのナンバーですごくこう見やすくなっています。でまずはこの胴体の方から作っていきます。そして胴体の方の、横の、パーツなどを組み立てていき、で頭部パーツを作ります。で頭部パーツはこの顔の部分になるところは選択式でどちらかを選んで作るようになります。でこちらが胴体の後ろのところのパネルを貼りまして、あとこちらにはアンテナや、装備品などを取り付けていきます。で次にこちらが胴体下のちょうど足がつく部分を、組み立てていきます。そして次に、ホバーユニットを作っていきます。そして、こちらがホバーユニットの後ろの方になりまして、できたホバーユニットを本体の方にセットしていきます。次に前足の組み立てになります。まずこちらの
ところの部品は各2個ずつ作っていきます。そして前足の右側の、組み立てになります。で次に、前足左側の組み立てになります。で次に後ろ足の、右側の組み立てになります。で次に、後ろ足左側の組み立てになります。そしてできました、前足と後ろ足を本体の方にセットしていきます。そして、組み立てたディスプレイ台の上にまずこのように、立てられるようになっています。そして、足のところについているこの車輪パーツは交換式で車輪で走行用の時の再現ができるようになっていますので、これで組み立ての方は終了になります。グッドスマイルカンパニーモデロイドシリーズの新製品です。このような商品を続々、ご紹介しておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。